アドマイヤビルゴは日本の競争馬である。馬名の由来はカンムリ名、乙女座。父ディープインパクト、母は現役時代にイギリスで活躍し、フッツセンギニーなどを制したイルーシブエイーブという血統。2017年の当載はセレクトセールで、コンドリーチに史上2番目に高値となる豪華8000万円という超高額で落札された。現在この馬を管理する。 友道康ち調教師は、初めて見た時から、動きも、馬体の雰囲気も飛び抜けて素晴らしかったと素質を評価。近藤も落札した理由として、バランスの良さ等を挙げ、落札した際も、相手が誰であろうと、5、6億はすると思っていたが、興奮してもて金額がわからんようになったと語った。立東の友道厩舎旧に入厩、デビューに向けて調整が行われた。近藤は、 本場のデビューを見ることなく2019年に、ガンのため成去したが、生前ともみちに、竹豊を起乗させて欲しいと伝えており、新馬戦の安城には部を迎えることになった。1月19日、京都競馬場の新馬戦に出走。上皇学馬、部の10年ぶりのアドマイア官名馬起乗ということもあり、戦前から注目を集め、当日の単勝オッズも一番人気の指示を受けた。 レースでは、前半1000メートル62秒6の緩いペースを2番手で折り合い、直線で真ん中に持ち出すと、ラスト1ハロンで抜け出し、そのまま押し切ってデビュー戦を勝利で飾った。デビューした競争馬としては、史上最高額馬の出走での勝利となった。部は、これだけの馬ですから、緊張しましたね。先が楽しみ。乗り味やバネはさすがで、ディープさんクらしい。 いい馬です、と素質を高く評価。ともみちも、まだまだ良くなる馬。ダービーには出したい、と思いますと今後を見据えるコメントをした。自走の若葉ステークスでも再び一番人気の指示を受けた。スタート後3番手に1取り、1000メートル通過59秒、9のよどみないペースとなった中、直線で、竹とよき手が、ゴーサインを出すと鋭く反応。 残り100メートルで逃げるキメラベリテをかわすと2場審査をつけそのままゴールデビューから2連勝となった。部は強かったです。競馬でも全身を使えるようになっていましたね。道中も非常にいい感じで反応も良かったですと語り、友道長調教師もストライドも大きくなってどんな競馬をするか楽しみの方が大きかったですとコメントした。若葉ステークスを制して 札ツ賞の優先出走権を獲得したものの、部が札ツ賞でマイラプソディに起乗することもあり、陣営は札ツ賞を回避した。3層目として京都新聞杯に出走することになったが、新型コロナウイルスの影響により機種が土曜から日曜に競馬場間を移動することができないため、NHK マイルカップで里のインプレッサに起乗する。 武豊に代わり、藤岡・幸太が起動した。レースでは3度1番人気に押されたものの、直線で伸びをかき4着に終わった。この結果を受けて、目標としていた東京優勝は回避することとなった。休養を経て9月13日に、中京競馬場で行われた、条件戦のムーンライト・ハンデ・キャップで復帰。安状は部に戻り、休養を明けながら1番人気に押されると、後位から差し切って解消。 4ヶ月ぶりのレースを勝利で飾った。レース後、友道は今後のレースについて、菊花賞には出走せずに2000メートル前後の競争に使う見通しを語った。続いて、オープン昇級初戦として、アンドロメダステークスに引き続き、竹豊安ア城で出走。単勝1.8倍の一番人気の指示を受けると、レースでは、 集団追走からメンバー最速の上がりで差し切り優勝した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。